うおー、ロータス。俺もマップもよくわからん。扉が回転することしか知らん。とんでもないマップの形だな。どうせや、気になる。マップ食べちゃうぞ。よっ、ここは味方待ちたいです。おお、A の守護者スクリュール。さあ、それでは私たちキャスター陣も勝利予想をしていきましたので、ご覧ください。こちらです。中国やろ。あれ、ということでカーマインコプト。スイッチではチャット欄からチャンネルポイントを使用して投票ができますので、ぜひご参加ください。僕も今の間に投票完了しました。あ、それ実はなんかこの配信上ではカーマインコープなのにっていう話ですね。まあどちらとは言わないですけど、はい、はい、ずる。ちなみに所持ポイント全部使いました。おお、13万ポイントいきました。そんなに、はい、13万ポイント失うんでしょうか。最近貯金が尽きたという話もね ありますが、ここでも尽きていくんでしょうか。貯金が尽きるってすごい状況だよな、生活費以外で。どちらを。俺さすがにそんなことになったことないわ。俺絶対に毎月お金は貯めているようにしてたからな。5000円でも1万円でも。今は無理かもな。電気代高いし、急に電気代に殺される可能性がある。一人暮らし1万4000円。それちょっと高すぎかも。それは電気代の上昇だけじゃないかも。漏電してそう。まあぶっちゃけ暖房なんかつけなかったらどうにかなるしな。俺も前の家7年間ぐらい冷暖房なかったからな。余裕や。最後はコーチです。扇風機の前にバケツ置いて、そのバケツの中に死ぬほど氷入れてってたらめちゃめちゃ涼しいぞ。フランスってやっぱり得意マップですからね。そうですね。うおー、来ました、ロータス。やはり中国は新しいマップを好むのか。ここはエドワードゲーミングと同じようにパール採用の大会ではパールを選ぶ、ロータス採用の大会ではロータスを選ぶ。構成の基準が全くわからない。ロータス、俺もマップもよくわからん。扉が回転することしか知らん。プラウラの価値がちょっと下がっているっていうマップではあります。ハート、またお互いキルジョイ採用。 B から今度はマウンドへ。とんでもないマップの形だな。さあ B は2で守っています。 D7 サムですけど、おお、ポイントイン開始のリコン。さあ新ダブルキルからスタート。ベルリン返していく。苦しい状況、うん、ダブルピークで抑えてきました。なんか全てが全てじゃねえけど平分に似てるな。2人を配置。どうでしょう、ここからの展開というところではもう B か C 行くしかありませんか。なんかでもこれ平分の B より攻めるのきつそうだな。これ B エントリー来るとまたファーストと同じような開始リコンで抜かれてしまいますから、高低差まであるのか。そして開始リコン、そこを抜いていくシーン。この B ファーストセカンドで止めたカーマインコープは気持ち的には楽になりますね。そうですね。ユチェン1人落としますが、最後スクリーム、うん、見事なスクリームです。意外と守りマップっぽい雰囲気してるな。足止まりますね一瞬。さあこの打ち合いでは手前、そして2段構え、ニューズラ返していきますが、アーヤンが返していきます。この打ち合いではワイユ、残されたのはニベラです。攻めマジできつそうだこれ。必要とします。おお、削った、削りました。あーでもこれ守りの形を動かすのは楽しそうだな。今回も A 瓦礫手前までは取れました。トレイルブレイザースモークイン2人が見えました。カーマインコープも A メインのコントロールを取ろう取ろうという動きは見えるんですが、ファーストブラッターニベラ、ベルリン落としてきます。 IGL が落とされました。この距離感スクリーム、DJG が返していく。打ち合いに行きますね。弟のニベラも落とされた。 A メインを詰め攻めることで B への攻めが増えて、 B を取ると C にシフトがしづらくなるんだ。なるほど、おもろいマップだけど、はい、やったらどうだろうな。そこからこれロックダウンという選択肢も設置後はありだと思いますが、ただ狭いエリア、ここから広げることはできません。プレッシャーをかける、ここの打ち合い重要だ。バイパーズピット返し、マッサのスローバイパーズピット、ロックダウン、XMS、3対2まで持っていった。逃げれないですね、このロックダウンは。一度、バイパーズピットから手を離す必要があります。まだ時間ある。ワイユー、ダブルキル。おお、狭いエリア、やはりこういった混戦だと、中国のファンプラスフェニックス。やはり強くなりますね。ごちゃっとした時の打ち合いの強さは間違いなく間違いなくトップクラスですよ、ね、FPX 上ですから。めっちゃ最果てに似てるやついるやん。やっぱ A 面が取れていない分、これ A か C かっていうのが分かりづらいですね。これは隠れ設置。音が。さあ音と映像が止まりましたが、戻ってきました。現地からの映像が乱れています。状況は圧倒的に不利ですね。わあ、うわあ。
上、いやここはキルは FPX で、さあ FPX にキルが流れたようです。本当に FPX だ、頭を抜いてきました。バンダルだからか、キルオンも FPX ですね、受けるな。3対3、音で実況するの受ける。同点に並びました FPX。 前に出るニベラ倒していきますが、スノースリーシーカー切りますね。アイアンからのシーカー、おインスモーク。なぜそこにいる、なぜそこにいる、まさかここの中には、おー読めないでしょ。おもろ、味方のナノスワームの中、あれは読めないですよ。マップの構造的にバイパースピットはあんまり少数戦で打つと守りづらいんじゃないかな。でもバイパースピットを打った時にどういう形になるのが一般的かみたいなの分からなすぎて何とも言えねえ。でもさ、ここに入ってこっから設置のラインが見えるんだったらありな気するけど、難しくなる。スパイクを持ってるユーチェン、残り35秒、ベルリンが落とされて、さらに A ではロックダウン、行ける場所がない。あ、いやクリーム落とした、かぶせだ、シーカー打った、位置がバレた。しかしシンがさらに倒しに行った、中はごちゃごちゃだ、両方のバイパースピットが上がっています。こんな B サイトは嫌だ、何も見えません、何も見えない2023年。おー TJG なぜダブルキル、おお。最後は XMS、 惜しい、すごい、ワンチャン、何もわかんない。前目を取っていきます。これは激しい攻防、瓦礫だ、ほんと映ってますよこれ。なんで勝った、パラノイア受けてましたよ。ニベラダブルキル、ベルリンの開始、受けんのか、クロスや、気になる、画面に何かついてるような気がする、パク食べちゃうぞ、もう一回よ、あっ、ああいうのカバーです。まだこのクロスエア、今日 B マーの情報取り行きますか。 XMS が待っています。クリームこの距離ではさすがにクロスエアの勝ち。時間を稼ぎながら B 設置、新発見がありつつのロータスですね。そうですね、強いベラ、今の打ち合いで勝っていきます。ここはアーヤン、打ち合いでアーヤンか、個人技の勝負になってきた。おお、カバーのスクリーム、ユチェワンワン、勝負だ、強い、うまい、駆け引きがうまい。会場待たずして真の勝負、どっかで出てくるんじゃないかなとも思ってるんですけれど、あーやん、このタイムアウトでレチクル元に戻ったら受けるな。俺そんなにレチクル関係ないと思うけど、さっきマーシャル持ったキルジョイ相手に最初に言った6発ぐらいで、あ、影響してそうこの人って思った。この後サイトラカクリア確定ですからね。どのタイミングで取り返しにか、滝1、そしてディフェンダーサイド2、ワンオン2まで持っていった。足元が聞こえる、ま、最後にベラ、ニベラジジ、なんでロータスヒックしたんだろうな、当てにならないぐらいリコンボルト刺さる。スクリーム一人でエリア相当広げてってますね。エリアを取りに来てても本命かどうかっていうのはつかめないんですよ。そうですね、うん、まい、ここは帰っていく、ただほぼ同じ位置、これメインから来るぞ、これは帰れない。 XMS そしてパラノイアまで加えて、うん、まっ、あ、これはしょうがない、頭当てられたあったしね、知らない。スクリーム、もう強気なプラントですけど、これ設置位置でバレてますからね。いつの間にかスキンが変わってる、あ、苦しいです。うわ、いやこれはあー、オーマイヘッドショットマシーン、私はそして後ろからシーカー、さあどちらを優先して守るか、フラッシュ、うおーベルリン、すごい反応だ、ポンと深く入れた、いや XMS の位置バレてますね。そして正面ではスーパーオーバーピック来た。いよいよ FPX がロータスボーナスポイントとして与えた可能性が出てきたな。いいよ先に1マップ取って俺ら残りの2マップ勝つから可能性ある。なんだこれスクリームが残るんだろう。ニベラマックスですが渡しません。ラークレーナと同じ香りがする。肘が見えました、肘打つんですね、うお当てる。あ、うわすごい。ニベラが止まらん。2対3の取り返しです。パラノイアヘブンした、この打ち合いどうだ。ビジネス超 T 持ち替えた、ワンオンツー、ニベラシュラードステップ返っていきます。
ただ飛んだ先の音聞こえましたかね今。この距離勝てるのか。うわなんでだって狭いピークだぞ。今結構オーバーピーク気味のピークだったけどな。3対4。ブロムザシャドウズで飛んでいくのはヘブンした。え？いやヘブンウェラ。ニベラもニベラだな。すごい。おーおーおお。逃げた。しかしプラウラが飛んでくる。ナイトフォールを開始。いや当たりに行きますか。3対3。バイパーズピットを打てる時間はありません。わあローリングサンダーだ。そして手前ではニューゼラ。ワンワン。果たしのワンバイワン。強い。強いよ。これは勝つ。カーマインコープ同点です。今の右からのピークに反応できるのエグいな。まあでもなんかその状態でこのこれやばいな。ブルロックでニベラを落としていきます。ポイントスタート。位置がバレたし、マインデル、マインデル、うまい。ここはベルリン誘いました。わーっとルシエリア。ここで待ってるのはスクリーム一人丁寧ガーディアンです。ここ味方待ちたいです。おお A の守護者スクリュール。ガーディアンだから抜けた。ファントムバンダルだったら抜けない角度してた。ガーディアンの打ち方が分かってるんですよ。あれバンダルじゃほぼ抜けないじゃないですか。そうですね。いやここ疑惑じゃないんで壁なんでこうガーディアンしか抜けないですね。そうなんですよ。ここで設置です。スポーキープがいやどうでしょう、勝負するか。いや行くしかないか。オペレーター重いですね。オペにシェリフに飛び出していく。スクリーム、ワイを落とした。スクリーム、ワイを落とした。あデデンデデン。そしてベルリー、ニューゼラを落とすが、さすがにオペレーターでは難しい。11対8。落下し、ここです。結構人数かけて当たろうみたいな戦い方をしてるんですよ。ここ抜かれるんだ。スクリームはどうする、どう処理する。中では一旦はカーマインコープ、フラグメント、足止め、ミニトレード、そして正面の打ち合いではアイアン、スクリーン、ー13本目は FPX! やばい、眠い。刺さるとは。なんか飯探してくる、食うもん探してくる。で、はい、A 前、B 前の情報、チェンバーで、これ、キョウちゃんのグッズでさ、めちゃめちゃ重宝してる。バカデカ丼。バカデカ丼。割り箸のサイズ。協力のプラントを強引に通してこれマジで重宝してる。ラーメン2玉食うときこの丼じゃないと入らない。どこまで見てください、ま、この麺の量。なんかハーバー1人で入りづらくから見てください。この麺の量、まあ、しかしもちろん僕は解説ですから中立的な立場で見てるんですけど、設置までは持っていけるでしょう。ああ、いい設置ですね。アートからも見える強力なプラントです。一人倒せば何とかというところ。おとり方倒した、うん、カバーに入ったし、ミニトレード、パラの役に入っている。うおカメラ機で頭入りましたね。そうす、ワンワン、おラスト。なんで高いんだこれ。解除フェイクからの TDH。 ファーストラウンドはファンプラスフェニックスが取っていきます。さあラウンド2、セカンドラウンドです。ベビー、わあ、これ効くんですね。すさまじいですね。スパイク落ちてるんですけど、うわうわ強気だ。まあこういう試合ですね。そこ2人持ってくんすか。はい、A と中央詰めはワイヤーとカメラでエリア取ってますからね。こっからの切り返しというのも、うわワイユー、うわー生きる面。アイデュー凄まじいっすね。クラッシュ、これでアーヤンは倒されますがシーカーが上がりました。しかもこれ XMS 武器切り替える余裕なかったんでガーディアンのままですね。 XMS さ、武器の変え方知らないんじゃないか。ずっとシェリフ持ってるし、ずっとガーディアン持ってる。ナイトホールをディフェンダーサイドに切っていきます。しかもシーカー持ちのアーヤンが落とされた。しかしここブレードストームも違いますが、エイミーはどう攻略する。この打ち合いガーディアン少し外してしまった。最後の一発、5対2、2人のリテイクは厳しいでしょう。ギヤッとする A 面がありました。なんかお互いちょっと焦ってましたね。はい、僕もあれだけ打ち合い長く実況したの初めてですね。あ、僕はもうガーディアン外した時点で XMS これは落とされたなと思ったんですけど、はい、なんかあ生きてる、むしろ勝ったみたいな。最後の一発当たったっ当たってましたね、12発目。ここが抜かれる。これの長さ実況するの難しいですけどね。お互い沼ってる。すごい配置です。前フラッシュ、
耐えるスクリーム、武器はガーディアン、ショーティニューゼラダブルヒル、この距離うおーまいそれガーディアンでエースはもうバンダル買わなくていいんじゃないですかエントリーが始まっていきます。一方ショート守っている、固く守っていますが後ろからワイユー、 A エントリーが完了します。折り返しはオペレーターのニベラとニューゼラからの矢、メインはクリア、すかされましたね。この情報は大きいか、ハイタイドクリア、ニベラ嘘やろ、解除する、メインがいないのが分かった、これは頭部隠した、まずくね、守れるか守れるか、ニューゼラハズまで開いている、おーそして最後にニベラ取り切った、取り返し成功、カーマインコープマジかよ、ジジこれで生き残りかけ。